はいどうも皆さんこんにちは、ひょんのすけです。今回はですね、速報をお届けしたいと思います。なんとですね、次回の大型アップデートの実装日、そして、内容の方がですね、なんとなくですけれども判明いたしました。はい、なのでこれをね、早速皆さん速報という形で、発表していこうと思います。まずはですね、実装日なんですけれども、来週の火曜日に、決定いたしました。はい、いやー、来たね、やっと。はい。で、そしてですね、内容の方なんですけれども、やっぱりね、動画で予想していた通り、賞金稼ぎの拡張ですね。はい、これがまあ実装されるということです。はい。で、なんとですね、今回の、アップデート、少しね、質が違うんですよ。質が違う。何が違うかっていうと、今までの大型アップデートは、例えば、商人の拡張として密造酒製造者。ね、前回のアップデートであれば、収集家の拡張として自然探求家っていうのがどんどん追加されてきたんですよね。必ず新しい役割が一つ追加されてきたんですけども、今回はですね、なんと本当に拡張です。はい、賞金稼ぎのランクがさらに10拡張されるというような、そういったアップデートが来ますよという情報が入ってきております。はい、でその中にまた新しいね、まあ、武器であったりとかね、アイテムですね、賞金稼ぎにまつわる新しいアイテムといったものが、まあ、追加されていくよということでございます。はい、でそして新しい伝説の賞金首、こちらも実装されるということですね。また週替わりで来るのかなというふうに思います。はい、そしてさらに新しいですね、アウトローパスですね。はい、無法のパス、こちらの実装も決定しておりますので、皆さんですね、準備の方ですね、お忘れなきようによろしくお願いします。ちょっとすいません、噛んじゃって。はい、でまあ大体だと思うんですけども、大体まあ50、60ぐらいあれば、まあパス変えるのかなというふうに思います。はい、まあ5、60ぐらいあればまあ全く問題ないのかなというふうに思います。またそこの詳細がね、分かり次第お届けしようと思いますので、よろしくお願いします。はい、でまあ拡張ということですので、まあ最低条件としてね、まあ賞金稼ぎのランクが20までいっていないと、新しいねアップデートで追加されたものがすぐ楽しめなくなっちゃいますのでね、まあ今のうちに皆さん、賞金稼ぎのランクをですね、20まで上げていただいて、スタートダッシュが切れるようにですね、準備をしておきましょう。はい、お願いいたします。ということで今回はですね、まあちょっとではあるんですけどもね、実装日の方とちょっとしたね、情報の方をお届けいたしました。はい、まあ、今後もね、速報入り次第お届けしようと思っておりますので、皆さん、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ということで今回はこちらで失礼します。最後までご視聴ありがとうございました。 See you!